はい、こんにちは。今日はこちらの極限値を求めようといった問題ですね。これは x が正において n 無限大で n かける x の n 分の1乗マイナス1ですね。で、ここ n を無限大に飛ばすわけなんですが、 n と n 分の1があるので、まあどっちか揃えましょうか。例えばこの n っていうのを、じゃあ n 分の1分の x の n 分の1乗マイナス1、こういうふうに置けますよね。この式はこうできますよと。つまりこれですよと。で、ここで n 分の1っていうのを、じゃあ例えば t とでも置けば、そうすると、ここ t になるわけですので、これっていうのは、t 分の x の t 乗マイナス1。こう置けますよと。で、ここの部分っていうのは n 無限大に飛ばすので、無限大に飛ばすとこれ t は0に近づけるよと。プラスの方向から0に近づいていくので、t はプラスの0に近づいていくよと。で、これを計算すれば OK ということになります。で、ここで、こう式の形見てみると、これっていうのは、t-0 というふうに見ましょうか。t-0 分のここは、x の t 乗マイナス、x の0乗で1ですね。ここ1っていうのを x の0乗と見てあげて、ここにも0を差し込んであげれば、こういう式になるよと。つまり、これを、ft と置きましょうか。これ ft と置けば、この式っていうのは、t-0 分の ft-f0 ですよね。これ t を0、代入したのがこっちですから、こう表せるよと。ということは、これ微分の定義から t を0に近づけた時のこれっていうのは f'0 ですよね。f'0 ということになるよと。つまり ft が今これですから、これを微分して0を t に代入したものになりますよと。じゃあ ft が今 x の t 乗で、 f't はっていうと、これ t で微分しますよと。 t で微分すると、x の t 乗かけるログ x になりますね。これ t で微分するとこうなるよと。で、これに0を代入するので、f ダッシュ0はっていうと、t に0を代入するので、0乗で1になると。ここ1になるので、ログ x ですね。ということで、この値っていうのはログ x ですよということで、これが求める答えですね。ということで、これ求める答えっていうのはログ x ということになります。はい、今回は以上になります。ありがとうございました。